みんながこの7月4日に向けて体を作っていきますし、自分たちの具体的な数字っていうのが、いた方がやっぱりそこに向かって意識しやすいと思いますし、本当に再開してから連戦が続くので、そういった意味でもコンディションを整えていきたいな。やっぱりその自粛期間の時と比べて、やっぱり練習があったりした方が、やっぱりサッカーをやってる方が、一日の充実感だったり、例えばその選手たちみんなと、コミュニケーションが取れる、直接話したりすることができるっていうのは、すごい幸せなことだったんです。すごく楽しくっていうか、いい感じでやれてると思いますし、こういう状況になったからこそ、ケントさんがこのチームに落とし込める時間っていうのが長くなったと思いますし、よりチームの完成度っていうのは上がってきてるかなと思います。そう、去年やっぱりその悔しい思いをしたっていうのは、目の前で優勝を決められて、2位という結果で終わってしまったんで、今年こそは、その上の順位を、行かなくてはいけないと思いますし、サポーターの人たちもみんなが期待してくれてると思うんで、そこは自分たちの目標としてぶっちゃいけないな。そうですね、最初は無観客ですけど、画面越しでも、選手の熱気とか、気持ちが伝わるようなプレーをしていきたいと思うんで、今年は特にそういう状況っていうのもあるんで、より皆さんの応援っていうのが力になると思うんで、よろしくお願いします。